未来ダ楽器筐体、未来ダ楽器は、コナミアミューズメントが2013年6月20日に、稼働開始した、ビーマニシリーズの音楽シミュレーションのアーケードゲームである。タイトルは秀樹も含め、未来ダ楽器、フートラタンタムマイナスと表記されることもある。2013年12月18日には、システムなどに大幅な改変を施した、未来ダ楽器バージョン2が稼働。 同社のトイスマーチやハロー、ポップンミュージック等の流れを組む音楽ゲーム初心者ユーザーを主なターゲットに据えた作品である。二つから四つのパッドをバチで叩く操作に加え、内蔵されたキネクトによるポーズ認識機能がついているのが特徴で、バチで叩く操作は、ダラマナイポーズ認識機能はダンスエボリューションアーケードを組み合わせたようなものである。システム基盤は、 pc ベースである windows 7を使用。収録曲は、ユビートやリフレクビート同様に、ライセンス曲が中心となっているが、一部、コナミオリジナル曲も含まれている。特に過去の、全機種に収録されている dj、吉高の、フラワー、紅色リトマスの、リンとして咲く花のごとくも収録されている。プロデューサーは、中村雅る、ディレクターは、雄一、浅見。 サウンドディレクターは村井誠也とアキュータ。2015年7月15日よりオフライン稼働に対応した追加キットによるバージョンアップが随時行われ、同月31日より前期を適用していない筐体はサービス終了となった。バージョンアップを適用した筐体でのいいアミューズメント、接続サービスはその後も継続していたが、それまでの各種楽曲がすべて 無条件解禁され、単体でのオフライン稼働も可能になった。2017年8月31日をもって、いいアミューズメント接続サービスが終了し、以降はオフラインのみの稼働となっている。画面情報から流れてくるオブジェに合わせて、対応したパッドをタイミングよく叩く。ポーズのオブジェが流れてきた場合は、描かれているイラストと同じポーズを取る。判定は、ジャスト、グレート、 グッド、ア、の4種類。一度もア、判定を出さずに最後までコンボを続けた場合、フルコンボとなる。また、すべて、ジャスト判定を出すと、パーフェクトプレイとなる。A ランク以上を出すことで、ステージクリアとなるが、B ライク以下でも途中で、ゲームオーバーになることはなく、必ずに曲演奏できる。コナミオリジナル曲のお面は、 初出機種や連動イベントによって変わる。それに伴い、バージョン1で収録されていた楽曲の譜面、難易度が変更された。ありがとうございます。